もノンストップラグビーのタセと春人と北谷です。本日は面白い説を持ってきました。街で芸能人に似ている人に声をかけて、〇〇さんですか、いいえ違います、一番面白い説。いやこれマジおもろいよ。間違えられたことあるでしょ。誰ですか。え俺結構あれ、はじめ社長とか。おお、俺はもう千賀健と。ああ、君は吉田洋。それ俺がお前に言ってるやつ。吉田洋さんですよね。たまにやられるっていう。身内で言い合うのなしだ。ということで今回は渋谷に来ておりますので、似ている人を見つけたら声をかけて、その人が本人ではないと分かっているにもかかわらず、〇〇さんですよね、いいえ違いますを求めて、そのいいえ違いますがどれだけ面白いかっていうのを見ている皆様に伝えられればなと思っております。はい、似てなくていいんだもんね。似てなくていい。似てなくていい。ちょっと似てればいい。そう、ちょっと、あ、この人多分言われたことあるやろうなぐらいのレベルで大丈夫なんで、うん、探していきましょい。長さの限界に挑戦していただきたいと思います。レイ、すいません、金子のぶあきさん。すいません。お分かりいただけただろうか。すいません、金子のぶあきさん。すいません。そこでゼロになった三蔵、一人じゃ私を愛せなかった、二人重ね合った感情、また見つっては溢れて、もう数え切れなくなって、思念涙こらえ